前期型フロントヒュンダイスクープは、現代自動車が1990年から1995年まで生産していたクーペ型乗用車である。初期のキャッチコピーは、スポーツパッションカー。初代ヒュンダイクーペが登場する前に生産されていた 1500cc クーペで、エクセルがベースである。ヒュンダイでは、韓国発の2ドアクーペである、としている。社名のスキュープは、 スポーツの S とクーペを合わせたものである。2385mm のホイールベースや、全マクファーソンストラット、5トレーリングアームというサスペンション形式は、エクセルと同じである。日本の5ナンバーワークに収まるそのボディサイズは、サイノスと E90 型系、レビン、トレノの中間ほどと見ていいものである。1989年10月、東京モーターショーに、 エクセル SLC として参考出品され、1 9 9 2年2月にスクープとして発売。当初はエクセルと同じ三菱設計、マルチポイントインジェクション仕様の 1468cc オーリオンエンジンを積んだ。1991年4月、現代自動車が独自開発した 1495cc のアルファエンジンが登場。 1頭あたり三バルブのサイチェシーで102馬力を発揮。同年10月にはアルファエンジンのターボ仕様が追加された。1992年7月、前後ランプが横長になるなど、マイナーチェンジ。1995年まで生産された。決して特筆すべき性能や装備はないものの、韓国国内でこのようなスポーツクーペモデルが輸入車しか存在しなかったため、 発売当初から若者を中心に支持を集め、未だに根強い人気がある。だが、当時の韓国は、スポーツカーに乗り慣れているものが圧倒的に少なく、無茶な運転から死亡事故を伴った交通事故が多て発生した。このため当時の韓国内ではたびたびこの車を問題視する声が上がった。ABCDE Before N1 現代自動車。 2020年10月29日閲覧。1990スキュープ SLC ヘリテッジ。現代自動車。2020年10月29日閲覧。ありがとうございます。